教えてもらったビジネスマナー全てが役に立っていると思って、こんにちは、アイワークス西明石の青柳です。今日はアイワークスを卒業された方に、質問に答えてもらったので、それをご紹介しようと思います。今日ご紹介するのは卒業生なんですけれども、20代の女性の方です。ではまず一つ目の質問に行きますね。アイワークスに来る前と来た後で変わったことは何ですかっていう質問をさせてもらいました。そしたら仕事に対する姿勢っていうのが変わりました。今までは履歴書とかも雑で、書き方とかも間違いがすごく多かったんです。ビジネスマナーにも疎かったんですけれども、それらを全て一から教えてもらい、ガラッと変わりましたっていうお答えをしていただいてます。で、2つ目の質問をさせてもらったんですけども、アイワークスで経験したことで役に立ったことっていうのはありますかっていう質問をさせてもらいました。で、そのお答えはビジネスマナーとか特に敬語が役に立ってます。現在の職場で敬語も褒められました。アイワークスで教えてもらったビジネスマナー全てが役に立っていると思いますっていうお答えをしていただきました。で、この方っていうのはすごく素直な性格の方で、周りの利用者さんの意見っていうのをうまくまとめて、イベントとかグループワークとかのリーダーも務めてくれました。で、その素直で柔軟な考え方っていうのが採用の決め手にもなったっていうふうに、採用担当の方からもお褒めの言葉をいただいてるんです。なので、障害の転職に少しでも興味のある方っていうのは、アイワークスがお手伝いしますよ。なのでお気軽にお問い合わせください。